柴田の瀬戸康史が復活した時に上げる動画みたいになっちゃう。おい、お前まだ早いんじゃないのか佐藤浩二、あの動画クソ面白くない？何その上から、その容器、大きなお世話って、俺、柴田の動画なんか、あれ一番好きなんだよな。おい、瀬戸、お前まだ、まあ、もう一ヶ月休んで瀬戸ってやつ。あのシリーズめっちゃおもろいよね。何目線なんだよっていう。それになっちゃう。やっぱプロレスラーってうめえよな。そういう、なんていうのかな。しかも、瀬戸康史がコメントしてる。なんか、そうなんだ。その動画のせいでマジで休んだ。あ、仲良しなんだ。そういうのは見てて面白いんだよな。ニコ生ってそういうことできないよね、みんなね。本当にさ、自分が生き残るためにさ、足引っ張ることしかできないやつばっかりじゃん。なんか美しいコラボってなくない？ここ最近ニコ生で起きた美しいコラボってなくない？ YouTuber ってうまいよね。あ、俺とセピアのコラボ美しかったじゃん。俺とセピアのコラボ美しかったじゃん。全然知らないわ。吉岡里帆も知らない。マスオ TV は知ってる。どうもーマスオでーすみたいなやつでしょ。最近マスオさんの動画よく見てるわ。なんかちょっと、ガチなのかガチじゃないのか、狙ってやってんのか天然でやってんのかっていう、旗揚げゲームを自分でやってる。これは多分ガチで痛い動画だみたいなゲームを勝手にしてる。これはちゃんと本人の、意識通りにことが進んでるっていう。でもめちゃくちゃ面白かった。自分の金魚が死んだ動画に広告10個つけたみたいなさ。ずるいじゃん。そういうのは俺もやりたいよ。そういうの。そういうブラックジョーク。俺なんか結局さ、なんかあれじゃないか、 DV マニアってつけてなんか主婦からいじびられるみてえなよ。しかもさ、金魚ってところがマジで良くない？犬とかだとさ、リアルになっちゃうじゃん。花ちゃんが死にましたって動画にさ、なんかさ、リアルじゃない？で、金魚ってめっちゃセンス良くない？お前、金魚死んでも悲しくねえだろみたいな声もあるじゃん。なんか冗談として成立するギリギリの生き物って俺だから金魚なのね。金魚ってさ、俺の心が、ね、ダメなのかもしんないけど、俺金魚死んでも悲しくないのね。自分が飼ってる金魚死んでたら、ああ、飼いたそうって感じなのね。それで良くないこと、俺が悪いっていうのは分かってんだけど、ネオンテトラとか金魚とかって、やっぱ、その景観の、うちの一つというか、ふうになっちゃうんだよな。ハムスターはちょっと正直アウトだな、俺の中で。何が違うんだろう、金魚と。フグとか別に死んでも全然悲しくないかもしんない。いや、亀もきついな。まあ、哺乳類かどうか、やっぱ哺乳類ってきついんだね。金魚おもろいな、正直。俺だってことあるごとにその話知人にするもん。なんか誰か面白い YouTube いない、なんかうんこちゃん YouTuber やってんでしょ、誰か面白い YouTuber いないって聞かれた時に、いや、面白い YouTuber は人それぞれだけどこの動画見た方がいいよっつってその動画見せて、え、何この動画って、こいつ金魚死んで広告つけてんだ、炎上したんだぜって話すわ。ブーがなんか4万ぐらい、4万ブーとかついてて、美しい炎上、誰も迷惑かけてないじゃん、あの炎上って。滑らない話みたい、俺の中の鉄板話みたいになってる。俺の中でな。あんま受けねえんだよな、でも。へへへ、つって。動物の死をもてあそぶんだね、YouTuber って、みたいな。
そういうんじゃねえんだろ、そういうんじゃねえんだけどなーって、俺は。しかもあれ、1年炎上が続いた。で、俺さ、もうマジでネットの奴らの言うこと聞かないにし、俺もう本当に心に決めた。おめえらがどんだけ俺を上げようが下げようが、絶対心はもう、そこにあらず。にしよう。長すぎだろ。コラボした時どうだった？なんか面白い人だったよ。で、俺頭の中にそのことばっかり考えちゃって、この人が金魚で炎上した人だって、嬉しいってなって、俺テンション上がってたもん、すげえ。生えたーって。でもそこから立ち直ったのすごいよな、やっぱな。本人には言えなかったわ。長くなったら言えるんだろうけど。で、マジでネタじゃなく好きだよ、だから。そういう人好きだから、俺。だって面白いじゃん。面白いじゃん。